あの乾燥がすっごい気になってて、わかる。もあのクリームとか塗ることはしてるんだけど、あでもやってるんだ、ちゃんと。でもそれしかしてなくて、みんなどうしてるのかなと思って、気になるよね。育児雑誌に載ってるこのアトピタってやつ知らない？私これ最近使い始めたんだけど、すごくいいんだよね。この石鹸すごくて、洗った後も全然突っ張らなくって、すっごい柔らかい感じっていうのかな、こう肌に水分が残ってる感じに仕上がるから、すごい気に入ってる。すっごく便利なのがこのローションで、私子供が3人いるでしょ、で1人で3人入れてるんだけど、お風呂上がりがすごく大変なんだよね。それをささっと塗れるのはやっぱりこのサラサラ伸びやすいローションが使いやすかった。だとしては入浴剤選ぶときは成分とかどんな仕上がりになるかとか気になるけど、子供はそういうのって全然気にしないでしょ。うちの子供たちは緑の緑茶入れて入れてってなんかすごく楽しんでる。そうくんママに勧められて試してみました。うちの子にはやっぱりお風呂上がりのローションが一番良かったと思います。お風呂上がりに塗った時に子供の肌がすごくもちもちになったのが良かったなっていう印象です。朝は朝で私の隣で自分のスキンケアを一緒にしたりとか、お風呂上がりのパパに塗ってあげたりとか、家族みんなで使えるのもすごくいいです。下の子が背中がカサカサしてたので、もっちりしてすごい良かったよ。めっちゃ良かった。洗い心地もすごく良くて、泡だから洗い流しがすごいしやすかった。あ、私も泡ソープ使ってる時に思った。できれば子供が喜ぶような動物の柄だったりしたらもっといいかな。うちもね、ローション使ってる時に思うんだけど、ローションのボトルって持ち運びにはすごい便利なんだけど、家でこう一人で使いたがって、その時はなんかポンプ式で1回量とかがこう分かるような形だったらもっといいかなと思った。3商品試してみて、私はやっぱりイチオシはローションかな。皆さん乾燥肌対策をして辛い乗り切ろう。